5月19日木曜日の今日は小諸三等家の日です。1936年昭和11年5月19日に廃人の種田,田三等家が長野県小諸市の中棚層、当時は中棚高専に当塾この日の日記に熱い湯に入れて酒が飲めるのがいいと記載していることから中棚層が制定しております。田根田三等家本名田根田昭一は日本の 重立俳句、これは五七五の定型俳句に対し、定型に縛られずに作られる俳句の俳人です。各地を放浪しながら、一万二千余りの句を読みました。句の一つで、ようて、コオロギと寝ていたよってあるんですけれども、酒に酔いぶれ、野宿をしていた時にふと目を覚ますと、コオロギが耳元で泣いていたよっていう意味なんですが、酒と旅に浸る暮らしの中で、重立俳句を極めた三等家らしい、 自分の思いを自由に表現した一句だと私は感じます。こういった自由な生き方に憧れを持ちます。